ベトナムのお寺興味ありますか？シンチャオ、ナムです。今日のお皿の上のアジアはホーチミン市ごくチャイナタウンから1760年に建てられたとされているチュアバーティエンハウを紹介します。このお寺はチャイナタウンで最も有名な中国式寺院。朝7時にはもうすでに多くの市民が参拝に訪れていました。インターネットによるとベトナム人の7割が仏教徒と言われています。風通しが良く厳かな雰囲気。日本ではめったにお目にかかれない渦巻き線香を購入。赤い札の4つの願い事の中から1つ選んで名前を書きましょう。4つの願い事の意味合いはこちら。ナモジさんは万事如意を選びました。赤い札をくくった渦巻き線香を天井付近に吊るしてもらいます。皆さんも渦巻き線香体験してみたいですか？